はい、じゃあビデオカメラを、三脚に固定しましたので、これから、カバーを戻していきたいと思います。まず一番下のカバーです。はい、一番下のカバーが終了しました。続いてこの後ろのカッターのカバーになります。はい、2番目のカッターの終了です。はい、そして一番上のワラチェーンのカバーです。これで、カバー類がつきました。で、混室のカバーを押します。で、これがロック解除になります。これを上に押して、若干上に押して下げると、これが下がります。で、一気に、よいしょ、ガチャンですね。はい、でこれで一応ロックされているかどうか、もう一回上げて確認します。はい、で、このロックのレバーもね、ちゃんと降りていることを確認します。これが半端ですと、負荷がかかった時に開いちゃいますんでね、これは必ずロックは確認してください。それとこれが、停止、非常停止で、これなんでついてるかっていうと、手で買った稲を、これ、手刈り、田んぼのこの四角い田んぼのこの 4コーナーはどうしても機械で刈れないので手で刈ります。で、手で刈った稲をここで、脱穀するんですが、その時に自分の体とか手がもし入っちゃった場合、大けがになりますので、このボタンをポンって押すと、エンジンが止まってくれます。そういうスイッチなんで、まあ1年に1回ね、一番最初に使い始まる時にこれも一応点検します。まあ自分はこれの世話にはなったことないんですけどね、まあだんだん年取ってきますので、まあ何があるか分かんないんで、自分は絶対安全という保証はありませんので、一応この非常停止のボタンも動くかどうかを確認します。で、一応今日はこのベルトの確認で終了したいと思います。はい、で、これで一旦、ビデオを止めます。